藤高が奪い返しました。そして藤沢キックアウト、藤高入りました。これは先ほどのシーン、藤高のドライブから厳しい体勢ではありましたが、ゴール下で躍動しています。藤高ダンク決めました。打つことが一番大事なんだ、キャプテンの本村がチームメートにそう話したそうです。そこからチームは5連勝。ジェームス、コモダ、フェイダウェイ決まりました。これは先ほどコモダのウト、コーナースリー、コモダ決まりました。そしてコーナースリー、見事に沈めてみせました。ボールを奪ったなら、宇都直樹走り込んでいました。決まった、エンドワン。速攻決まりました。宇都ゴール下、無星。後半最初の得点は奈良、アタックする、リバウンド奪いました、ターンオーバー、藤高がいました。藤沢ゴール下、ジェームス決まりました、エンドワン。ジェームスゴールした、ウトがいました、見事なパス、フェイダウェイ決まらない、リバウンドウィルソン決まりました、ねじ込んだ。ショットクロック残り3秒、スリーできた、決まった。田渡りゴール下、マクリーン決まらない、